僕は誠、思春期真っ盛りの中二男子。うちは長がつくほどのド貧乏。幼い頃に父を亡くし、今は母の手一つで育ててもらってる。パートを掛け持ちして僕を養うために一生懸命働いてくれているんだ。ただ申し訳ないけど、その給料だけじゃ僕たちは生きていけない。だから僕は部活もせずに、放課後は父の友人だった人のラーメン屋でこっそりアルバイトをさせてもらってる。もちろん学校には内緒。バレたら先生から大目玉。それだけならいいけど、バイトを辞めさせられちゃう。店長は中学生なのに大変だよなって言ってくれてるけど、お金をもらえるし、まかないも食べられるし、正直バイトはそんなに苦じゃない。僕の中学生活はバイト漬けの毎日だった。そんなある日のこと。いらっしゃい。お、中学生のお客さんなんて珍しいね。何名様？2名です。あいよ、席の準備するからちょっと待っててな。私普段ラーメンなんて食べないんだけど。やだな、太ってだけじゃん。だってこのラーメン屋超有名だよ。せっかく近くにあるんだから行かなきゃ損じゃん。マリンだけで行けばよかったじゃん。やだよ、女一人でラーメン屋なんて。それにキララお嬢様はいつもいいものばっか食べてるんだし、たまには庶民の味を知りなさい。ラーメンぐらい食べたことあるわよ、フカヒレラーメン。ふん、それ庶民じゃ食べられないから。お金がない人はかわいそうね。おい誠、皿洗いはもういいからテーブル片付けちゃって。はーい。あ、お客さんいらっしゃいま。え、やばい、クラスメートにバレたかもしれない。よりによって一番知られたくないやつに。キララとマリンは僕のクラスメート。二人ともかなりの性悪なんだ。特にキララはまさにクラスの女王。噂によるとお父さんはこの辺の大地主らしい。つまりお金持ちのお嬢様、その上美少女。性格がめちゃくちゃ悪いのがなんだけど、クラスメートたちも両親もキララの父にお世話になってる人も多いみたいで、誰も逆らえないんだ。ああ美味しかった、ごちそうさま。そういえばさっきのバイト、うちのクラスの誠って子じゃない？案外食べれたわね。誰それ？素直に美味しいって言えばいいのに。いつも教室の隅っこでじっとしてるネクラくんだよ。たまには庶民の味も悪くないかな。中学生でバイトとか貧乏人なんだね、かわいそうに。っていうか中学生ってバイトしちゃいけないんじゃなかった？確かに。面白いことしちゃったわね、明日の学校が楽しみ。そして次の日。誠くん、おはよ。ねえねえ、昨日ラーメン屋で何してたの？もしかしてバイトかな？金持ちの私からしたらバイトなんてありえないわ。つか中学生はバイト禁止だよね。お願いだからこのことは。どうしよっかな。僕がバイトしないとうちは生活できないんだ。お願い、何でもするから。貧乏とかダッサ。男はやっぱパパみたいにお金持ちじゃなきゃ負け犬なんだね。そうだ、じゃあ私たちの犬になりなさい。犬？そう、私たちの言うことを何でも聞くの。いいねそれ、面白そう。いや、それは。何？嫌なの？先生、誠くんが。わかったよ、言うこと聞けばいいんだろ。犬なんだから返事はワンでしょ。わかった？ワン。うわ、本当に言った、ウケる。それからの毎日は悲惨だった。平日だろうと休日だろうとパシリに使われ、少しでも遅れたら罰を受ける。3分以内にコンビニでジュース買ってきて。いや、コンビニ近くにな。はい、スタート。頑張って。買ってきたよ。5分遅刻、罰ゲーム。そこにひざまずきなさい。今日は何するの？いいから見てて。かわいそうな貧乏人には、買ってきたジュースをこうやって。うわ、えぐいね。こんな風に頭からジュースをかけられたりすることは日常茶飯事。悔しくて情けなくて枕を濡らす毎日だった。学校に行くのだって辛い。だけど僕のために働いてるお母さんのためにも耐え続けていた。今日もジュースをかけられて、下を向いてとぼとぼ帰宅していると、知らないおじさんに話しかけられた。どうしたんだ、そんな頭濡らして。雨降ってないぞ。うわ、なんかベトベトしてるじゃねえか。いじめられてんのか？ほっといてください。いや、ほっとけねえな。とりあえずうちが近くだからシャワー貸してやるよ。ほら、ついてこい。半ば強引に僕はおじさんの家に連れて行かれた。え、ここ？おじさんの家はなんとボクシングジムだった。そう、俺はこう見えてもジムの会長なんだよ。昔は日本チャンピオンにもなったんだぜ。そうだ坊主、ボクシングやってみないか。
いや、僕んち貧乏だから。会費は出世払いでいいからよ。少し考えさせてください。とりあえずシャワー浴びてきな。ありがとうございます。ボクシングか。ボクシングをしたら強くなれるかな。今のままじゃダメだって分かってる。女の子に弱みを握られ言いなりになっている自分が本当に情けない。自分を変えるきっかけにボクシングはなるんじゃないかとひらめきのようなものがあった。でもうちにはお金がないし。ただいま。お帰りなさい。話があるんだけど。なんだい？実はボクシングやりたくて。いや、やっぱいい。なんでもない。ごめん、忘れて。やればいいじゃない。だって僕がバイトしないと。お母さんね、頑張りが認められて正社員になれるの。そんなに生活に余裕が出るわけじゃないけど、誠一人くらい養っていけるわ。今までごめんね。好きなことやりなさい。うん、お母さんありがとう。翌日、会長、ボクシングやります。来たか坊主、ビシバシ鍛えてやるからな。それからの日々はボクシング漬けの毎日。とても充実した日々だった。いじめはなくならなかったが、無事に中学を卒業し高校へ進学。高校卒業後、さすがに僕の家に大学に行くお金はなかったから、進学は諦め、バイトをしながらプロボクサーとして頑張ることに。そして時が流れ、僕は二十歳に。成人式の後、中学の同窓会があって出てみることにしたんだ。僕のことなんか誰も覚えてないと思うけど。なんかうちの同級生男子たち揃いも揃って冴えないわね。誰か一人ぐらい化けてるかと思ったのにな。期待して損した。本当だよね。ってキララ彼氏いるじゃん、マッチョなイケメン。そろそろ飽きちゃってさ。ほら私、お金持ちで美少女じゃん。いつでも結婚はできるから、今のうちに遊ばないと。自分で言う。あれ、あそこに一人でいる子かっこよくない？ちょっと行ってくる。え、ちょっとキララ待ってよ。キララとマリンは相変わらずだな。確かにキララは昔と変わらず美人だけど、性格も昔のまんまだ。うわ、なんかキララがこっち来た。こんにちは。はじめましてかな。同じクラスになったことあったっけ？うん、あるよ。そうだっけ。ごめん、私忘れっぽくてさ。つか私、君のこと気に入っちゃった。抜け出して二人で飲みに行かない？遠慮しとくよ。なんで？こんな美少女と飲みに行けるんだよ。お金ないの？大丈夫、私こう見えてお金持ちだからおごってあげる。いいから行こうよ。いくら見た目が良くても心が醜いからやだよ。え、今なんて言った？だから心がブスだって。カッチン、さすがのキララちゃんも怒っちゃいました。少し顔がいいからって調子乗りすぎ。だったら何？もう僕には構わないでくれよ。は？私にあんな態度取って無事に帰れると思うわけ？今から彼氏呼ぶから、お前なんかケチョンケチョンにされちゃうよ。はあ、もう勝手にしなよ。数分後。お前、俺の彼女をバカにしたの？そんなつもりはないけど。アダム、そんなやつやっちゃって。そうだな。お前、覚悟しろよ。大きなモーションで殴りかかってくる彼氏だが、素人のパンチなどプロボクサーの僕にはさすがに当たらない。何やってるの、遊んでないで早くやっつけてよ。任せとけって。さすがにしつこいので寸止めでパンチを出してみたところ、尻餅をついた彼氏。僕は素人相手に何やってるんだろう。なんでこんな強いんだ。あれ、もしかしてボクシング世界チャンピオンの誠選手？そうだけど。そうとは知らず失礼なことしてすみませんでした。ほら、お前も謝れよ。は？なんで私がこんなやつに。いいから謝れって。ごめんなさい。っていうか世界チャンピオンってすごいじゃない？こんなやつと別れて結婚してあげるわよ。お父さんお金持ちだし、将来も心配しなくて大丈夫。どう？え？だから心が汚い奴はごめんだって。僕のこと覚えてるか？中学時代お前が犬扱いしてた誠だよ。え、あの時の犬？え、ちょっと何するの。僕はそばにあったお酒を手に取り、目の前にいる小悪美少女の頭にかけてあげた。大人げないって言われるかもしれないが、殴られそうになったし、過去に散々やられてきたし、それぐらいは許してくれ。そして二人が動揺しているうちに僕はその場を去った。
その後、風の噂によると、キララの父は知人に騙され、資産をすべて失ったらしい。あんなにお金持ち自慢してたキララ。お金がなくなった途端に、周りの友達や彼氏がキララのそばから離れていったとのこと。たまに、病的に痩せ細ったキララを街で見かけることがある。気の毒だと思う気持ちもあるが、ざまあ見ろって気持ちの方が大きい。僕はというと、その後、世界チャンピオンの座を10回防衛し、現役を引退。ボクシングで稼いだお金を元手に起業し、今はそこそこ儲かっている。結婚もして、嫁と子供2人、そして今まで苦労をかけたお母さんと一緒に幸せに暮らしている。この幸せがいつまでも続くよう、僕は目の前のことから逃げず、戦い続けていきたい。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、すべて楽しく読ませていただいておりますので、コメントしていただけたら嬉しいです。